津美正義、津美正義から1921年7月19日は、幕末の越前福井藩士、明治の区内官僚、政治家、区内時官、貴族院議員、男尺、遺体君党は、聖人、君位党、幼名は一五郎、福井藩士、津美人兵衛の長男として生まれる。安政四年、橋本佐内と共に、江戸に出て、 江戸幕府の海軍教授所である、軍艦教授所で、航海術を学び、その後幕末は主に軍事関係の職に就いた。明治11年に、明治維新後に、福井藩県大三次を務める。明治4年9月、区内省に移籍し自重に就任。以後、自重番長、区内省進む、区内県大、進む、匠課長、丁度課長、区内大書記官健康大合偶。 両、追悼課長、諸務課長、丁度局長、県大善助などを歴任。1887年9月、匠頭となり、県丁度局長、県五両局長官、県会員の宮部等などを務める。1897年12月、区内時間に就任。以後、匠頭、宮中古問官、県東軍御所造営局長を歴任した。特に、 匠頭として任ぜられた期間は、明治20年から明治37年までと長期に渡り、その間に担当した作品は膨大なものであった。1900年5月、男爵を除爵。1911年7月、貴族院男爵議員に選出され、1916年11月22日まで在任した。1921年7月19日、 東京府豊与多摩郡仙長屋町大館の屋敷において皇居。去年88、墓所は文京区の吉祥寺。ありがとうございます。